モルデハイバヌヌモルデハイバヌヌはイスラエルの元核兵器開発技術者。モロッコ出身のユダヤ人であるがユダヤ教を帰教してキリスト教に改修している。1986年にイスラエルの核兵器開発の実態の詳細をイギリスのサンデータイムズが見に内部告発した。彼はその後、紙面にて発表される数日前、 アメリカ国籍のイスラエル情報特務長の女性要員に色仕掛けでローマへ誘い出された後、同地で拉致され、イスラエルに秘密裏に連行され、裁判の末反逆罪により有罪を宣告された。イスラエル政府はバヌヌを連行した経路を明かさなかったが、バヌヌは留置所から裁判所への護送途中、取材陣に向かってペンで、私は、 ローマから連行されたと走り書きした自らの手のひらを見せ、それが写真に撮影されたために、拉致のルートが明らかになった。18年の国中生活のうち独房での重金庫は11年長に及んだ後、バヌヌは2004年に釈放されたが、広範な言論及び移動の制限下にある。2007年には、アムネスティ・インターナショナルより、両親の囚人として認定されている。 これら制限に違反した容疑でその後も数回にわたり逮捕されており、その中には複数回に及ぶ外国人ジャーナリストとの会見、またイスラエルからの国外逃亡の企てが含まれる。2005年3月には21件の法的指令に対する違反行為により酷訴されており、それぞれの罪状ごとに最大2年の刑が課せられる可能性がある。 後半準備期間として釈放中ではあるものの、言論及び移動制限は従前通り課せられている。1988年から2004年まで、ジョセフ・ロート・ブラッドがノーベル平和賞の候補に推薦していたほか、1987年のライト・ライブリフット賞を、はじめ様々な市民団体や個人からの平和賞を受けている。2004年、アル・ハヤト・が身において、 ケネディ大統領暗殺事件にイスラエルが深く関与していたこと、リモナ原子力発電所の視察を恐れたダビド・ベングリオン政権のほぼ確実な指示のもとで暗殺が行われたことを告発した。ありがとうございます。